はい、こんにちは。まあやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、2015年の10月9日からですね、マクドナルドのハッピーセットにプラレールがまたついてくるようになりましたね。そうですね。はい、はい、ラインナップは全部で8種類ありますね。1番、 E7系 新幹線輝き、2番寝台特急カシオペア、3番923型ドクターイエロー、4番 C57 1号機 SL 山口号、5番 E3系 2000番台新幹線翼、6番 JR 九州湯布院の森、7番 E2系 新幹線、8番近鉄観光特急島風。はい、以上の8種類がラインナップされておりますね。で、今回はですね、3つ買ってきましたね。パパとママとエイシン君で3つ食べましたので、はい、1つずつ開けていきましょうか。はい、はい、じゃあエイシン君からどうぞお願いします。はい、何が出るというか、やっぱり E7 系欲しいね。そうですね。うん、はい、はい、何が出た？わかんない。はい、お、近鉄観光特急島風。うん、はあ、あれ、これもしかしてステッカーつけるってやつ。ステッカーつけるんだ。うん、ではエイシン君もう一個開けてもらって、パパ2個目開けますね。はい、何が出るかな。できればいいなだけお願いします。いくよ、お願いします。あー、寝台特急カシオペアだ。あ、これもね、いいかなと思ってたんだよね。うん、あ、よかった。うん、本当にあれだね、シールついてないと何もわかんないね。うん、はい、じゃあ3つ目進行お願いします。はい、うん、E7系お願いします。E7系お願いします。いいかか、あら、何が出るかな。お願いします。 E2系だE2系だった。うん、じゃあちょっとシール貼りましょうか。はい、はい、ということでシール貼り終わりましたね。あ、そうだ、言わせてたんだけど、週末でこの DVD、 スペシャル DVD がついてくるみたいだね。うん、うん、1つのハッピーセットに1枚ついてくるので、じゃあ3枚ももらったっていうねまあこれも多分週末限定だけど、なくなり次第終了だろうね。うん、じゃあ今回当たったこの3台ちょっと見ていきましょうか。はい、まずはこちらだね、近鉄観光特急島風ですね。これはどういうのだろうか。ここが薄くなってて見えないでしょ。こうやって、あ、こうクリアパーツになってるね。うん、ちょっと中にフラキッズが見える。うん、で、まあこの前の車輪を上にやるとガチコン。ちょっと見えないかなこれ。前の車輪を押し込むとフラキッズが前にこう出てきてるんだね、これ。そう、これだけ。そうでだってこれだけか。うん、こういうギミックね。うん、これでも発射せててさ、これは前に出るってことは多分ないから、もう本当に手で遊ぶ時だけだね、これはね。あ、続いてこちらが寝台特急カシオペアですね。はい、これはどういうギミック。どこにない、これ。そこにスイッチがある。うん、でこれオンにするとここだ。ああ、光るのね。あ、これはいいじゃん。うん、あ、見、光ってる光ってる。うん、ああ、こんな感じですね。これはいいね。だってここだけっていう。あ、でもこれをほら一番後ろにさ、プラレール連結させて走ってればなんかライトついてるから雰囲気あんじゃん。ああ、いいんじゃない。いいね。うん、そして最後にこちらですね、 E2系 新幹線ですね。 E2系は今年乗ったからね。うん、ああ、軽井沢行った時に。うん、でこれはここにレバーがあるけど、ああ、連結パーツが出てくるのね。で、この下のこのレバーを上に上げると、ああ、これでね。あ、これで確かあれだ、E3系の2000番台の翼と連結するんだね、これ確か。ああ、そっちが欲しかったな、どっちかって言ったね。はい、じゃあここにちょっと半円コースを置いてみたので、あ、特に走行の音とかは鳴らないね。ああ、鳴らないやつですね。他の自走するプラレールと連結させて遊ぶだけだね。うん、これがそんな中でも一番良かったかな。うん、A ちゃんはどれからいいのあった、今回。いまいちだった。うん、不満足、不満ですか。うん、不満ですか。はい、じゃあまた買うしかないね、これはね。そうだね。うん、やっぱいい7系が欲しいよな。うんうん、はい、ということで今回はハッピーセットのプラレールを3つ開封しましたね。はい、出たのは近鉄観光特急島風と寝台特急カシオペアと E2系新幹線、この3つでございました。はい、これはね、コンプは難しいけど、またエイシン君食べるんでしょ。うん、パパはね、ダイエット中だからもう食べない。はいもしですね、この動画が気に入った方はですね、高評価ボタンをお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと、
YouTube のね、チャンネル登録のリストにダーって出てくるようになりますから、はい、マイチャンネルの動画ね、はい、はい、だからぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。